笹さん、はい。今回も一人でやってるんですか？今はそうっすね。まあでも別にそんな考えてないっすね。なんか一人でやるか、まあ誰かとやるかっていうのはまだあんま考えてない感じっすね。まあなんか流れがあったら全然やろうかなとは。やっぱソロプレイヤーの希望の光だね、佐藤さんは。あっちの方行ったんですよ、家どっ作ちっれするか？場所。あ、はいはいはい、あ南っ側のち。ね。家族がいっぱいいて、すごい。はは、気まずい。いろんな家族がみんなで和気あいあいとやってて、いや、いいじゃないですか。隣やっに、ぱやっぱ住んだらいいんじゃないですか。信隣じれるに、のは笹さんだけだな。いや、でも、俺も全然、普通に誰かとやろうかなとは思ったりもしますけどね。そっち側に行っちゃうんすか、笹さんも。人の子になっちゃうんですか、人んちの子に。まあ、ダンジョン次第ですかね。そうっ那す須よさね。んは人とやらないんですか？人と、そうっすね。ちょっと地下こもってたら、もうなんか家族ができてて、今、地上に上がったら。一人で掘ってたら。眩しかったっすね。ああ、まあでも、てか、かわいそうな。避難さんは？いや、あいつと毎回一緒にやってるんで、はい。ちょっとあれかなっていう。ああ、なるほどね。たまにはね、みたいな。そうそうそう、そうなんですよ。確かに。会ってないんです、あいつと。ね、ちなみに避難さんは、はい。もういましたけどね、相あ、方ファのミ方リー？と、小森メトさんと一緒に楽しそうにやってましたよ。うわ、捨てられたっすわ、佐田さん。まあ、なガんチ悲で、しい。夏さんも頑張って見つけてね。佐田さん、俺希望なんで、佐田さん。話してたんですよ、地下で。そうなんだ。佐田さんだけは希望だって、ソロの。まあ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 。佐田さん、捨て振りどうすんの？魔法？いや、じゃあやってんの？悩んでて、うん。トリマ一人でやるってなった時に、まあ弓やろうな、ちぶっょ、ちゃけそまあのそう、系は。弓かなとは思ったんですけど、まあ、ペットでもいいなと思って、あ、ここっすね。入ったら、あ、待って、でも、関さん裸っすよ。裸ですね。え、なんで、なんでだろう。え、俺着てますよね、装備。してますね。え、なんでだろ浅田さん、チートじゃねえそれ。俺だけ持ち込める、装備持ち込めるダンジョン？なんか俺配布、ああ、ポロリポロリ。え、なにこれ、なにこれ。関さんがチーちトじゃないの、これ。ょちょちょ、盗まないで、盗まないで。ああ、やばいやばい、こおお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 お
え、なんで持ち込んでんの？え、これ多分持ち込まないよ普通は。よ、え、さっきライ様とか言ってたっすけど持ち込んでたような気するけどな。あ、いや裸だったか。めっちゃ探偵としてんじゃんさっさ。いやあれなんで俺してんじゃんこれ。え、ほら見て。え、なんでこれ俺ないの装備。え、ギルルさん。はい。え、それ装備って外にから着てきましたよね。外から着てきましたよ。ほら、え、関さん、あの、ダイヤ装備、ダイヤ装備ロストした。なんで俺裸なのこれ。なんでこんなことになんだよ俺。あれ、中に篠宮っていませんでしたか。篠宮さん、え、はい、見なかったっすね。いやもう入れ違い、いやこれ一人で行ってもう、え、これ行ったら攻略するまで帰ってこれない感じですか。はい、あ、もうそうっすね。俺今攻略して帰ってきたんで。え、ここだ。わかりました、ありがとうございます。ごめん、ちょっと今のちょっと適当言ってて、あの、この中入るだけだったら大丈夫。あ、そうなんですか。え、でも篠宮さんはね、いなかった。あれ、いや多分ね、入れ違いになった絶対。うん、ちょっとなんかバグってるらしくて入れないらしいんですよ、なんか。え、あれそうなんすか。なんかね、入れないってさっき運営の人来て。え、でも笹さん攻略したんだもんね。さっきは直って、あの、その話はあの俺の適当なんで。笹さん攻略したんだ、すごい。乗っかるか。じゃあやめなさい、乗っかるの。なんか攻略したって言ってた。え、これ笹さんどうやって出るか知ってます。あ、こいつっすよ。なんかね、2段階になってこいつに話しかけた後に目の前飛ぶの早いな。説明聞いてよ。入って、こいつ。あ、ありがとうございます。よし、ダンジョン開きました。あれ、ダンジョンここ開きました。え、じゃあ行けるんじゃないですか。あ、行けたわ、俺も。今行けるようになったな、なんなら。
多分。は？食らったんだけど、いきなり。は？いてててて。あ、一応触れるな。やばい。かなり強い。いけ！死んだ。で？やばすぎ、死んじゃった。やば、俺裸になったかも。リメイニングってたから今の。やばい。罠っすかこれ。敵硬すぎなんだけど。冒涜していて。これで、うわ、スキルポイントとかめっちゃもらってる。多くいる、多く。それはできません。敵が近くにいます。え？強くね？杖。おいよ。あれなんかさ、マイクラってさ、真ん中のゲージがさ、溜まったら最大ダメージみたいな感じじゃなかったっけ？連打してもさ、マジ強いんだけどこれ。うわ、これホイールクリック下に攻撃入れたいわ。ホイール下にクリック攻撃入れて、ドルルルルルルルって殴りまくるやついけるだろこれ。ああ、え、ピックカース、あ、これあれか、呪いを受けるとそのルートの質とかが上がるやつかな。なんかあってね、これ予言か装備。うわ、予言を、予言コイン。あ、なるほどね。この呪いを受けた状態で敵を倒すと予言コインが貯まるんだ。やばい、ラグくない弓強いな。え、やばい、こいつユニモン。くそ、無理か。来た。なるほどね、円形範囲か。 Do not touch me。 ちょ、これチャットログに出さないでほしいな、こいつ技使ってくんだったら。きたー。出さなかったんだけど、このエリートなんもまずくね。待って、これ強さの割にまずすぎるって。これえ？あ、すいません、間違えて入れちゃったんですけど、はい、申し訳ないです。え、入って、これ一般通過、はい、失礼します。ちょっと待ってくださいね。びっくりした、本当にごめんなさい。いやいや、全然大丈夫ですよ。友達が入ってるダンジョンと思ってきたら、はい、違うところで今、はいはい、でもね、わかりますよ。焦ってました。なんかその死んだ後わかんないですよね、自分たちが入ってるところなのか。いや、そうなんですよね、ワンちゃん隣とか。はい、これ今どうなってますか、私、はい、出れるのかなこれ。多分、
1個余ってるんで、これ使って戻れないですか、はい、あ、これ使えるんですか、あ、待ってください、私今、はい、5個持ってるんですこれ。あ、え、値下げされたの知ってます、これ。ああ、なんか聞きました聞きました。え、多分これ1円になったらしくて、はい、さっき500円払って買ったんですけど、今1円で5個、ね、じゃあ後で請求しといた方がいいですよ絶対運営さんに。いや本当に悔しい、今文句言いながらここ来てました。500分の1マジみたいな。いやそうっすよね。いや、ありがとうございます。いえいえ、笹さん、ありがとうございました。また何かあれば。ネオポルテのコンコンと申します。いえいえ、失礼いたしました。はいはい、はい、ありがとうございます。また何かあったらよろしくお願いします。また何かあったらよろしくお願いします。はい、じゃあお邪魔しました。いえいえ、お気をつけて。はい、ビビったわ、挟まれたかと思った敵に。お、失踪者ね。やばいやばいやばい。天使の板金のズボン、かっこ竜の。やばくね？盗聴？やばい。名前長い。明らかこいつ。え？嘘でしょ？終わったー。死体キャンプされてたらマジでやばいな。うわ、キャンプかよこいつ。うん、うん、怒ってる。混沌の王ヴィンディケーター、あ、じゃあ混沌の主だ。え、こいつさ雑魚的なの意味不明なんだけど、なんかギミックかな。え、クロスボウ出た。焼け焦げた帝国のクロスボウ。え、これさすがにいるのかな。あ、もうだるくね？矢だけ作んないといけないってこと？めっちゃ。うわ、なんか嫌な感じだね。ゾンビ来たガチ役立たずじゃね？ちょっと待って、やばい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 、ちょっと待ってこれおかしい、ちょマジで俺だけレベルアップな件になってるこれ。ちょっと待っておい、お前借りに行くな敵を。まずい。え、やばい、嘘だろ、このタイミングでこいつ来るかよ。熱っ。え、これさ消えた装備、マジひどすぎない？モンスターいるんだけどダンジョンに。なにこれ。あ、終わったこれ。音やば。めっちゃ消えたんだけど。
わ、普通に殴ったら殺せてた。強くね？ゾンビ。15レベルなことを差し引いても強いわ。やばい。神話燃えているゾンビ。神話燃えているゾンビ。曲おかしいぞ。待って、遠距離はちょっと待って、弓があるからいらんくて、マナコスト75の物理ダメージ7、何発出てる？10発かな。やばい。いくつ出せるんだよ。いやー、さすがにゾンビだなこれは。お前らお別れだ。これま、やばい、やばすぎるこれ。やばい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 。やばい、なんでこんな敵来てんの。まずこいつを殺せ。は？うわ、これ死んだくせー。いやー。は？やばすぎ。あ。